こんにちはヘアデザインスペース一営代表の伊藤です、えー、本日は予約受け付け画面のアップデートについてご案内するスライドをお届けします では早速、アップデートの内容を詳しくご紹介していきます。いつからまずアップデートしたのか、するのかというところなんですけれども、おそらくこの動画をご覧いただいている現在の時点、1月25日、今日からですね、アップデートをしています。この動画をご覧いただいた後にでもですね、ぜひご活用いただいている予約アプリやインターネットの方からご覧確認いただければと思いますで。何がアップデートしたのかということなんですけれども、大きく分けて一応3つありまして、 えー、カテゴリーというタブが、えー、と加わりましてそこからあのメニューを選ぶことができるようになりました。 大まかなメニューの分類みたいなものをカテゴリーと言ってたりタブと言ったりしてるんですけれどもそこからあの個別にメニューを選んでいくことができるようになったっていうこととあとはまあこれもこれまでもちょっと表記をするようにしていたんですけれどもおおよその施術時間というのが確認できるようになっていますでメニューそれぞれにですね施術のイメージまあ施術内容がちょっと伝わるようなイメージ画像を添付させていただいていますこの 3点が大きく変わったところかなと思います。えー、まあ従来のメニューの表示でも,も十分大丈夫だよというふうに言ってくださった方もあったんですけど、やっぱり一部どのメニューを選んだらいいかわからない、そういうふうなお声をいただくこともあったので、えー、そのお声にまあ超アップデート、お答えできるような内容になっているかなと思います。それでは実際の受付画面を見てみましょう。 まず最初にこれまでの予約受付画面を示します。これまでの予約受付画面ですと、すべてのメニューが並列、同じ1ページの中に表示されているような形、スマートフォンで操作していただく場合には、二十数メニューぐらいあるんですけれども、これ上の、上の方からこうスクロールしていただいて、その中でご自分のご希望に合ったメニューを探して決定していただく、このような仕様になっていました。 で今回、えー、アップデートされた予約受付画面をまた右に示します。えー、ご覧いただけると思うんですが、す、え、べ、ー、てのメニューが、えー、と左側に出ているあのカテゴリーというふうな形で、えー、タブで分類がされているような形になっています。ヘアからヘアエステ、例えばストレートパーマ、パーマですね、えー、であったり、あとはヘッドスパ。 うんとまあ、あとオプションメニューなんかもちょっとあるんですけれども4つ5つのカテゴリーのタブから、えー、ご自分がなさりたい施術のコース、まあ、大まかなコースをちょっと選んでいただくとでそれを選んでいただくとそのカテゴリーの中に、えー、と例えばカラーリングであればカラーリングに関連したメニューが並んでいるというふうな形ここの中から選ぶというふうな形の仕様になりますでは実際に予約の操作をしてみましょう 今回は、えっ、ー、と、まあ、いただく機会の多いオーダーなので、まあ、まずじゃあカットとカラーリングで予約したい場合っていうことで、えー、実際に操作画面をご覧いただこうと思います。えー、まず、このメニュー選択の画面まで来たらですね、えー、左側に、えー、とカラーのタブがございますので、えー、このタブカラーを選んでいただきます。 そうすると、カラーに関連するメニューが並んでいくんですけれども、まあ、髪質改善、ヘアエステとカラーとカットとかいろいろコースがバーッと並んでいくんですが、今回はカットとヘアカラーということで、こちらのメニューをまず選択します。こういう形で選択をしていただいて、その後、このカットとヘアカラーが入れる時間帯、日程を今度また調整していただく、こんな感じの流れになります。 でこの、まあ、左側に今回から新しくついたそのカテゴリーっていうものを、まあ、上手にまあ使っていただく付き合い方というところで、えー、ご説明を差し上げると、えー、まあなるべくその上から順番にヘアカラーヘアエステヘッドスパー あーまあパーマストレート、あとはオプションメニューみたいな形、まあ、ちょっと新しいお客様向けのタブなんかもちょっとご用意はあるんですけれども、おやっぱりまあこういう,ような感じで並んでいるという状況の中で、まず上から順番に見ていただけるといいかなというふうに思っています。まずカラーというタブが出てきたときに、いや、今回カラーはしないよと思ったら下に下がっていただいて大丈夫。ヘアエステ。 ヘアエステ、うん、ヘアエステしないよ。そしたら、すぐ下に行っていただいて、そうすると今度、ヘッドスパ。ああ、そうそう、今回ヘッドスパをしたいと思ってるんだっていうことであれば、ここのヘッドスパというタブを押していただけると、えここにメニューが並んでるっていう状態です。うん、つまり、どういう感じかと言いますと、あの、例えば、 ヘアカラーの施術にはですね、えー、ほとんどの、うちのサロンの場合ですと、ほとんどの施術の場合、ヘアカラーに、まあ、ヘッドスパであったりとかヘアエステであったり、その二重メニューみたいなものがあ,あるんですけれども、それが、まあ、ヘアカラーにくっつくような形になっています。で、えー、一番最後の下の方に来ているパーマーに関しては、まあ、ちょっとヘッドスパーとのちょっと併用ができなかったりとかっていうことがあるので、まあ、併用。 あと、負債があるものについて、なるべく上の方のタブに設定をさせていただいていますので、まずそ、そこのタブに出ている、カテゴリーのところに出ているカラーをするのかしないのか、部屋へしてするのかしないのかっていう形で、ちょっとずつその優先順位を見ながらこう下がっていっていただけると、えー、まず上手にあのメニュー選びっていうのができるんじゃないかなというふうに思います。 であとは、えーと、最後にちょっとそのオプションメニューみたいなところのお話をちょっとしておいた方がいいかなと思うんですが、えー、特にヘアカラーの施術を希望されるお客様にですねあのブリーチをされる方がいらっしゃるんですけれどもそういう方に向けて、えー、ちょっと追加でお時間を確保する必要がありますので、えー、作らせてもらっているタブになりますカラーリングの施術を希望されるときに加えてヘアブリーチをちょっとしたいと というふうに思っているときには必ずこのオプションメニューのところにもちょっと一回確認をしていただいて適宜、えー、メニューの選択をしていただければなと思っています。であとはまあ一般的に、えー、と全員のお客様にも該当する部分ですけれども、えー、去年からご提案しているヤーマンケアであったりとか あとはあの、施術前後ですね、ちょっとあのヘアスタイルの写真を撮らせていただいたりする場合があるんですけど、ちょっとそれは、えー、控えてもらいたいという時にはあの、ここにチェック欄がありますので、えー、そこにチェックをつけてからご予約をいただければ、えー、その旨、こちらの方に伝わるという形になっています。えー、オプションメニューのところもですね、えー、該当されるお客様においてはあの、チェックをする必要がある場合がありますので、えー、ご予約の際にはこちらも一緒にちょっとチェックするようにしてみてください。 最後に、今回のアップデートを経た後もですね、ちょっと引き続きお客様の方にご理解とご配慮をお願いしたいなと思うことをちょっとお伝えさせていただきます。まず1点目はですね、引き続きヘアカットのみでのご予約、あとパーマとヘアカラーですね、これを同時に同じ日に施術をしたいというご予約、こちらについてはですね、今回アップデートを経た後でもですね、ネットアプリ予約での対応はちょっと行っておりません。引き続き続 での日時調整をお願いいいいしたたですすま、えー、まずこれれ点ご理解いただければと思いますであともう一点ですね、えー、とりあえず予約というふうな形で、えー、書かせていただいたんですけれども、えーまあ、どのメニューを選べばいいのかがちょっとわからないのでとりあえず長い時間が確保できるメニューで予約をするとかっていう行動ですね、えー、こういうふうな形でご予約をいただいて 当日大幅にこう施術の内容がこうダウングレードするような形になってしまいますと、えー、そのお客様のために確保していた時間んそこがまあ他のお客様の利用時間枠に干渉してしまうそんな可能性が出てきてしまいます、えー、まあもちろんね施術のメニュー,、えー今日これできるのかなやっていいのかなとかっていうことがわからないみたいな場面はあ少なからずあるかなと思うんですけれども、えー、そういう場合もですねぜひえ事前に line 等を使っていただいたご相談などですねご活用いただいて、えー、ご利用 ご協力をお願いできればと思っております繰り返しになりますが、えー 今回アップデートさせていただいた、まあ、内容、アプリの使い方だったりとかですね、えー、あとはメニューの選び方について、えー、ちょっと、うん、聞いてみたけど、読んでみたけど、よくわからないとかっていうことがあった場合にはですね、えー、ぜひあのこちら、えー、1円の公式 LINE アカウントをご登録いただいて、えー、メッセージをお寄せいただければですね、えー、個別に対応させていただきますので、えー、また何かご不明な点があった場合には、こちらからのご相談をお願いいたします。えー、ちょっと長くなりましたが、最後までスライドをお付き合いいただきまして、ありがとうございます。 失礼いたします。